ラティフ・ガンディロフは、アゼルバイジャンの学者、外交官、大使。ロシア語とトルコ語に堪能。既婚、四次の父。2016年より、ザイベラルーシ大使を務めている。1957年、アゼルバイジャンソビエット社会主義共和国の幕府に生まれる。1974年から1978年に、かけて、アゼルバイジャン国立経済大学で就学。 1978年から1980年にかけて兵役に就く。除退後、大学院での修学や研究所での勤務を経て、1986年よりアゼルバイジャン工科大学准教授。1991年にソビート連邦が解体してアゼルバイジャンが独立したが、1995年まで同大学で准教授を務め上げた。百九十五年、 当時まだ4年前に独立したばかりであった、アゼルバイジャンの外交官に転じる。2等書記官、1等書記官、3時間を経て、2004年から2010年にかけて、在カザフスタン大使。2011年から2016年にかけて、在中国大使及び非常中の在北朝鮮大使、在ベトナム大使、在モンゴル国大使。2016年12月、 ザイベラルーシ大使に任命された。2017年5月2日、ミンスクでルカシェンコ大統領に新任状を法廷。ありがとうございます。